スリーズはフランスの軍事偵察衛星。スペースデブリとの衝突が確認された初の人工衛星である。スリーズの主な目的はフランスの情報機関のために HF 電波信号を傍受することである。重量は約5 0ラム。1995年7月7日にフランス領ギアナのクールからアリアン4ロケットによって打ち上げられた。 初期軌道は、近地点 675km、遠地点 666km、高転周期98.1分、軌道傾斜角98.0度。運用開始から1年後、スリーズの姿勢が急激に変化して、700km の極軌道上で回転をしていることが確認された。初期調査によって、スペースデブリと衝突したという結論に至った。その後イギリス中、 トラックネットワークと NASA の観測と解析により、1996年7月24日に、スリーズがデブリと衝突したということが確認された。デブリは、スリーズが展開している6メートルの重力、傾斜安定ブームに、秒速14キロメートル以上の速度で衝突したと、考えられた。この事例は、ランデブーの失敗等を除いて、宇宙空間における、 人工物同士の初めて確認された衝突となった。衝突したデブリはもともとアリアンロケットの部品でカタログ登録されていた。衝突があったにもかかわらず、スリーズとそのペイロード部品は地上制御の下正常に稼働した。ミッションコントロールエンジニアらは地上制御に頼らずに衛星の方向を変える新しい姿勢制御ソフトウェアを用いて 衛星のオンボードコンピュータのプログラムの書き換えを行い、スリーズのミッションを続行させた。ありがとうございます。